こんにちは、イタチャンネルです。今回は仙台東道路の建設計画をご紹介します。仙台東道路の計画は仙台都心部から仙台東部道路までの全長約 7km の自動車専用道路を建設するというものです。正式なルートは決まっていませんが、仙台西道路から接続し、都市計画道路元寺工事福室線と並走し、鶴巻福室付近で仙台東部道路に接続する案が検討されています。今回は仙台西道路から広瀬通りを経由し、仙台東道路が並走するとされている元寺工事福室線を通り、仙台東部道路方面に向かいます。このチャンネルでは仙台を中心に地域の街並みをご紹介し、これからの街づくりを考えていきます。今走っているのは仙台西道路です。西道路は国道48号線綾瀬バイパスから東北高裁病院前交差点までの約 5.2km の無料の自動車専用道路です。1983年に暫定2車線で開通し、国道48号線の渋滞解消に大きな効果をもたらしました。ただし近年では交通量が増加し、広瀬通りへのトンネル出口付近では渋滞することが多くなっているようです。一方、東道路は仙台都心部と仙台東部を結ぶ計画の自動車専用道路で、地域高規格道路の計画路線に指定されています。完成後は西道路と一体的に国道45号、48号のバイパスとして仙台を東西に貫く基幹道路になります。東道路は1990年代前半に構想が持ち上がり、仙台市の強い要望もあって1994年12月に地域高規格道路の計画路線に指定されました。その後、仙台市は1000億円とも見積もられる高架建設の費用の捻出などに尻込みしたようです。また都心部へのさらなる車の流入につながること、地下鉄を中心とした交通体系を考えていることなどにより消極的な姿勢に転じました。さらに仙台南部道路や仙台北部道路などの環状道路ぐるっと仙台の整備が優先されたことにより、東道路の計画は事実上凍結状態となりました。しかし国土交通省東北地方整備局は2018年10月に有識者らで構成される社会資本整備審議会の小委員会において東道路の計画段階評価を実施しました。審議会では事業の必要性が確認されましたが、委員からは東道路と西道路とを直結する案や新たな環状道路を介して西道路に連絡する案などの意見が出されました。その後、整備局は沿線住民や事業者などを対象としたアンケートを2019年3月まで実施しました。アンケートの回答では、優先して解決すべき課題として住民・事業者ともに交通混雑の解消が最も多く挙げられました。特に西道路からつながる広瀬通りの渋滞の解消を求める意見が多かったようです。整備局は2020年2月に小委員会で再び協議し、東道路と西道路を直結するということで了承されました。整備局は東道路に必要な機能として交通混雑を緩和する道路ネットワークの構築や交通結節点と高速道路網の接続強化などを提示しています。今後はルート案を作成し、再び住民・事業者などにアンケートを行うことになっています。西道路から広瀬通りに入りました。撮影したのは平日の日中ですが、それでも混雑しています。広瀬通りは晩水通り、一番町アーケード商店街、東二番町通り、愛宕上杉通り、駅前通りなどの交通量の大きな通りと次々と交差します。このため信号待ちをきっかけとする交通混雑が多発する箇所になっています。特に今走っているレーンは元寺工事福室線に直進できる唯一のレーンなので渋滞しています。東道路の計画では西道路との接続が最大の課題になっています。西道路との接続はそのまま広瀬通りを通す方法、
広瀬通りの上を高架で通す方法、広瀬通りを迂回する方法、広瀬通りの地下をトンネルで通す方法などが考えられます。このままの状態で東道路が開通した場合には、元寺工事含む路線からの車に東道路からの車が加わり、大渋滞を引き起こすと考えられます。都心部に流入する車は倍増し、仙台市で進めている都心の自動車を減らす運動に逆行することもあり、この方法は否定されました。広瀬通りに高架を通し、東道路と西道路を接続させることも考えられます。広瀬通りには、イチョウ並木の中央分離帯があるので、高架の橋桁を建設することが可能だと思います。なお、元寺工事含む路線入り口の宮城野橋は、東北本線などをまたぐ高架ですが、そのすぐ上には、東北新幹線の高架があります。このため、東道路の高架は、そのまた上を通ることになり、エスパルの屋上よりも高くなると思われます。しかし、広瀬通りに高架を通すのは、イチョウ並木がなくなるかもしれず、森の都仙台の景観を大きく損なうことになりかねません。仙台市民にとって、到底許容できる案ではありません。審議会では、新たな環状道路を設けて、仙台駅周辺を迂回し、西道路に接続させる案も出ています。詳細はわかりませんが、駅前通りに高架を設けて北側に向けても、都心では西に向かって高架の橋桁を建設できる道路は、常禅寺通りくらいしかありません。広瀬通りのイチョウ並木を守るために、常禅寺通りの欅並木を伐採することは、ありえないと思います。また、南側に曲げて、仙台駅正面を高架が横切ることもありえないでしょう。そう考えれば、西道路のトンネルを延伸して仙台駅東側まで通す方法しかないのではないかと思います。広瀬通りにはすでに地下鉄南北線が通っているので、その下を通す必要があります。このため横に掘り進むシールド工法などが必要かもしれません。多額の建設費を必要とすると思いますが、元寺工事含む路線の東七番町通りとの交差点付近までであれば約 1.7km 程度であり、長さはそれほどでもありません。この区間が東道路で最も交通量が多いところになると思われますので、ぜひトンネルによって西道路と直結させていただきたいと思います。通称 X 橋交差点から元寺工事含む路線に入りました。まず、宮城野橋を通過します。宮城野橋は長さ193メートルの東北本線などに架かる跨線橋です。通称 X 橋と呼ばれていた旧宮城野橋は2014年7月に撤去されました。現在の宮城野橋は2017年3月に2車線で開通し、その年の6月に6車線の橋として完成しました。元寺工事含む路線は、青葉区花京院から宮城の区鶴巻を結ぶ全長 8.24km の都市計画道路です。元寺工事含む路線は、1984年3月に、つつじが丘公園北側の区間から開通しました。順次、部分開通を重ね、2018年3月に、五輪工区が暫定開通し、全線が開通しました。東道路は、高架で建設されることが想定されています。元寺工事含む路線の中央分離帯に橋桁を建設し、その上を通ることになると思われます。この先の右側に国立病院機構仙台医療センターがあります。仙台医療センターは11階建て延べ床面積約6万2000平方メートルの病院です。診療科目34科があり、病床数660床の
仙台市内有数の総合病院です。三次救急を担う救急救命センターがあり、基幹災害拠点病院で災害時の医療の中心になります。宮城県は医療センターに近接して広域防災拠点の整備を計画しています。この拠点は東日本大震災の教訓を踏まえ、消防や警察、自衛隊などの支援部隊が集結する場所や、物資輸送の中継拠点、怪我人の搬送拠点などとして利用することを目的としています。広域防災拠点の予定地には現在仙台貨物ターミナル駅があります。 JR 貨物は駅を岩切に移す計画ですが、移転先の地盤改良などの追加工事が必要となったことから完成が遅れています。広域防災拠点の完成は2026年度から2032年度にずれ込む見通しです。広域防災拠点には交通網が整っていることが不可欠です。東道路ができれば消防警察自衛隊の集結、支援物資の荷さばき、広域医療搬送支援物資の搬入に役立つとは思います。ただし現状でも南側に新寺通りがあり、北側に元寺工事含む路線が通っています。むしろ現在2車線の区間がある元寺工事含む路線を全線6車線化することが先決だと思います。元寺工事含む路線では宮城の貨物線の下を通る五輪工区の6車線化の工事を行っています。この区間はいつも渋滞していて、元寺工事含む路線の交通混雑のネックになっています。五輪工区のうち五輪一丁目から一丁町までの区間は2018年3月に開通しました。残されているのは一丁町から萩野町の区間です。この区間には宮城の貨物線のアンダーパスがあります。この貨物交差部を6車線道路が通れるように拡幅する計画です。工事は道路の通行を確保しながら施工されることになっていますが、完成予定は公表されていません。その先には元寺工事含む路線自衛隊前区間があります。この区間は現在4車線ですが、6車線に整備されることになっています。ただし着工の予定は立っていません。卸町に入りました。卸町は広さ52ヘクタールの土地に約260社の卸売会社がある流通団地です。特に仙台トラックターミナル、仙台市中央卸売市場があり、物流拠点になっています。左側に仙台トラックターミナルがあります。仙台トラックターミナルは1962年11月に開業した、敷地面積5万9127平方メートル、80バースがあるトラック運輸の拠点です。ここにはトラックなどがひっきりなしに出入りし、荷物の集荷、配送のために積み下ろしが行われています。この先の右側に仙台市中央卸売市場があります。中央卸売市場は2023年の取扱総額1117億円の巨大な市場です。水産物、青果物、食肉、牡蠣を合わせて年間約31万トンの入荷量があります。これを卸業者や仲卸業者のトラックなどが未明から午前中にかけて搬入、搬出を行っています。卸町の東側には箱包み交差点があります。ここは国道4号線と元寺工事含む路線の交差点です。国道4号線のこの区間は東北最大の交通量、1日あたり約8万台が通過します。交通混雑を解消するため箱包み交差点の立体化工事が行われています。すでに橋桁は架橋されており、2025年度に完成の予定です。国道4号線を過ぎると扇町に入ります。扇町は
原の町東部工業流通団地の一角で市場近接型工業や港湾流通関連型工業が集積しています。これらの工業流通地区からは原料、資材などの入荷、製品の出荷などの多数のトラックなどが出入りしています。トラックなどの行く先は全国に渡りますが、特に船舶への積み下ろしのために仙台港に行くことが多くなっています。この先に都市計画道路清水工事多賀城線、通称産業道路との交差点があります。清水工事多賀城線の上には高規格道路の仙台東部道路が通っています。東道路はこの付近で仙台東部道路と接続し終点となる計画案になっています。今回は仙台東道路の建設が想定されている経路を見てきました。現在は計画段階で今後ルートなどについての意見を募る2回目のアンケートが予定されています。仙台東部地域は一大物流拠点になっていて、全国各地や仙台港へのトラックなどの行き来が盛んです。また通勤ラッシュ時には慢性的な渋滞が起こっています。このため東部地域から仙台都心部に直行する自動車専用道路ができれば交通混雑の緩和に役立つと思います。また東道路と西道路が直結すれば都心部に滞留する車が減り、広瀬通りなどの渋滞の軽減が図れると思われます。ぜひ西道路のトンネルを延伸し仙台駅東側まで通していただきたいと思います。それ以外の区間については現状では元寺工事含む路線に2車線や4車線の区間が残っていて、キャパシティの全てを発揮しているわけではありません。今後ドライバーの不足や労働環境改善によりトラックの台数は減っていくものと考えられます。また人口は減少に転じており、マイカーの台数も減少していくものと考えられます。このような状況を考えれば元寺工事含む路線が完成してからの交通状況を見てから東道路のルートなどを決めても遅くはないと考えられます。なお東道路が有料となれば高速バスや線業を運搬するトラックなどは利用するでしょうが、一般のトラックやマイカーが利用するかは分かりません。西道路との兼ね合いもあり、ぜひ無料で利用できるようにしていただきたいと思います。それでは仙台東道路のご紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。